機会がないもう男性が生理について知る機会がないのと同様に女性だって知らないからで全部自分の経験でやるから間違ってることも正しいと思ってやってるからみたいなそこら辺が何か、まあまあ、何が科学的と言われるはなかなか難しいんですけどもデータを示しながらでもこうしたらいいんじゃないかみたいなことをちょい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 ちょっとずつだけど言えればいいなと思ってます。皆様のお知恵を借りたい あのやっぱり今まで栄養のものだけでやってきてどうにもならなかったわけです何十年間か間違ってたと思うんですよねやり方がまずかったのか考え方がまずかったのかだからそこのところをやっぱりこれからはいろんな分野の人にこうどうしたらいいかなっていうアイディアを頂い,いてでみんなで考えていくっていうことが大事だと思うんですねでやっぱりなぜかっていうと若い女性が痩せると 次の世代に影響が及ぶんですよ。だからこれはもう日本人みんなの問題だから栄養の人だけとかそれから産婦人科医さんだけじゃなくってやっぱりみんなで考えていこうっていうそういうムーブメントが起こせたらいいのかなと思ってます。女性、うん、特有ののの問題っってていいううはあるんだよっていうのを多分認識 気してくださるだけでもだいぶ社会は変わっていくんじゃないかなとは思いますけどね。で多分男性特有の問題も絶対あるはずなんですよ。そこもまだまだ多分研究がされてないと思うんですけど、やっぱり男性特有の問題を女性が理解する、お互い理解するっていうまあそこがまあ多分精査医療になってくると思うんですけど、まあ、でね今ね女性にフォーカスをすごく当てられて、まあ,あのすごくありがたいことではあるし今まで遅れてたっていうかね。 あのすごく過渡期ではあるんですけどいつまでも、まあ、女性女性っていうのは多分なくななくくっていくこととが多分理想的だ当然その性差を考慮した医療とかあのそれぞれの特徴を踏まえた、まあ、あのケアっていうのがまあ当然のことになってくればいちいちまあ女性っていう枕言葉をつけなくてもいい、まあ、そこがまあゴールなのかなとは思いますけどね。